台湾鉄道ホテルは台湾台北市にあった洋式旅館。住所は台北市表町2丁目7番地であり、現在の台北駅の南側にあたる。建物は1945年5月31日の台北大空襲で被害を受けた後、修復して営業を続けていたが、廃業し現存しない。1907年夏に建築を始め、 翌1908年10月に落成した、台湾総督府鉄道部直営であり、台湾第一かつ、当時唯一の西洋式ホテルであった。同年、台湾総督府鉄道主催の台湾縦間鉄道全通式に参加されるため、官員の宮古都比と新郎が、当ホテルに宿泊されるなど、台湾を訪れた、皇族、在海人等は、当ホテルを利用することが多かった。 松崎一万町が設計した当ホテルは赤レンガ作りのドイツ風建築であった。内部は高天井のロビー、シャンデリアなどがあった。レストランのナイフ、フォークから客室の磁気性トイレまでイギリスからの輸入品が多く使われていた。客室は全30部屋で、宿泊費は部屋のランクによって1泊3円から27円まであったが、いずれも比較的高額であった。 1936年、台南駅2階に台南鉄道飯店が開業すると名称を台北鉄道ホテルに変更した。また、ホテル業以外に台北駅、高尾駅において食堂も営業した。1945年5月31日、台北大空襲でアメリカ軍の爆撃を受けて破壊されたが、終戦後、修復を行った上で、 台湾鉄道販店として営業を継続した。敷地は3069坪あったが、建物の実面積は620坪で3階建てであった。1階にはロビー、喫煙室、読書室などがあり、屋外には余興部隊があった。鉄道省が発行した観光地と洋式ホテルによると、1930年代における宿泊費は 以下の通り現在の台北駅南側にある新港マ天ン大楼及び安広場大楼に所在。おおむねただ高に指示、建前路、巨匠街、南洋街で囲まれた区域で、正面玄関は建前路側にあった。ありがとうございます。